古典場公園は、福島県北方市塩川町にある都市公園である。かつては、藍津藩歴代藩主一家が野鳥と川魚に満ちた、琵琶湖に遊び、高刈りも行われる、降楽地であった。昭和47年に都市公園として整備され、今では春は200本のソメイヨシノが咲き乱れる、花見の名所として、初夏には60種3万6000株の花勝負が、咲き競い、 秋の紅葉と四季を通じて楽しめる公園として親しまれている。古殿場公園を背景とする東低地の水田地帯は、東自由長川と東川との合流地点跡であった。この地点跡の低湿地は、東川が氾濫して、東側の丘陵地が決壊するのを防ぐため、近世初期に園庭を持って東川の流入を防止したために生じた小湖であった。この園庭工事は、 塩川屈指の富豪長沢が学上一家によって進められ、寛永5年の完成と伝えられ、園庭の内側に月瀬、下河原、沼尻などの埋め立て水田が開拓される。その西に新たにできた小さい湖は誰という話にビワ湖と呼ばれるようになった。風土期にこの沼は周囲一里で味の良い船が取れるとあり、沼や芦屋や丘陵があって、 野鳥と川魚の豊富な自然公園であった。また、藩主一家の手頃な遊覧地とされ、元六五年七月の末、三代松平正方の聖母永寿院二校の琵琶湖遊覧を川切りに、歴代藩主一家の行楽地として、塩川町民の同系と自負の糧となり、ついに御殿場と呼ばれるようになった。完成以後は、御殿場の一部がお高野となり、 現在見られるような段球が築かれ、文政9年5月、八代松平方隆が第1回目の御殿場お高野を催した。昭和47年に児童の健全な育成の場として都市公園で整備しているが、昔の面影の一部を残している。サッカーや野球、ソフトボールなどいろいろなスポーツ競技で使用が可能。料金、時間など詳細については、 北方市ホームページを参照のこと。御天場公園運動場公共交通機関自家用車、観光バスなど、御天場公園には北側、北東側、南側1 0台以上停車可能な駐車場が整備されている。また、南側駐車場は中から大型バスが駐車可能である。ありがとうございます。